ドイツ連邦銀行、ドイツ連邦銀行、ドイツ連邦銀行は、ドイツの中央銀行、連邦政府直属の法人である。間接的ではあるが行政機関にも位置づけられる。本店は、フランクフルトアムマインに設置されており、欧州中央銀行制度を構成する。通称はブンデスバンク。ドイツ連邦銀行の遠隔は、 第二次世界大戦終結後のドイツにおける通貨の歴史と密接に関わっている。戦後ドイツでは通貨制度の完全な破綻という状況から通貨改革が欠かせないものとなっていた。1948年6月21日に西側の占領地域と西ベルリンにおいて実際には無価値であったライヒスマルクからドイツマルクへの通貨切り替えが実施された。この通貨改革は アメリカ、イギリス、フランスの3カ国による占領統治機関が定めた法律によるものである。準備制度に関して西側諸国は占領地域においてアメリカの連邦準備制度に倣って厳格な連合体構造を持つ新たな2段階の中央銀行制度を創設した。新たな中央銀行制度は西側諸国が占領しているそれぞれの州の法的に 独立した立銀行の連合体として構成されることとなり、1948年3月1日にドイツ連邦諸州銀行としてフランクフルトに発足した。各州立銀行は、それぞれの州内において中央銀行として機能していた一方で、ドイツエレンダー銀行はそれら州立銀行の出資を受け、発見業務や外貨統制といった、 特定の中央銀行業務や策などを担っていた。二段階の中央銀行制度の最高機関は、ドイチェレンダー銀行の中央銀行理事会である。理事会は、ドイチェレンダー銀行及び各州立銀行の各、総裁とドイチェレンダー銀行の役員会議長で構成された。中央銀行理事会では特に割引政策や、新たに導入された準備預金政策を決定している。さらに、 公開市場操作や信用供与についての指針も策定している。戦前の発見銀行、ドイツ帝国銀行が政府の統制に拘束されたという苦い経験から第二次世界大戦後のドイツでは中央銀行の独立性という原則が広く受け入れられていった。ドイツエレンダー銀行は当初からドイツの政治とは切り離されて設立され、 また1949年9月の発足後も連邦政府から独立していた。その後1951年には占領国から運営の自由を獲得した。インフレがナチスの台頭を招いたことから物価の安定に重きを置いた金融政策を行った。1949年5月24日に施行されたドイツ連邦共和国基本法の第88条では 連邦銀行として、貨幣、発見銀行を設立して、占領軍の権限を移行させることを謳っていた。この規定が実現されたのは1957年のことであり、2段階の中央銀行制度の構造がきとされていたドイツ連邦銀行法が7月26日に施行され、これにより新設されたドイツ連邦銀行に権限が移された。また、 ベルリン中央銀行を含む各州の中央銀行はドイチェレンダー銀行と統合し法的には独立した発見銀行ではなくなり連邦銀行の参加に置かれるようになったただし名称には州中央銀行を残していた中央銀行理事会がドイツ連邦銀行の最高意思決定機関としての役割を果たしてきたこの理事会は 各州中央銀行総裁とフランクフルトの役員会議長で構成される。中央銀行理事会は連邦銀行の通貨、金融政策を決定し、また運営、実施に関する指針を策定する。ドイツ連邦銀行の中心的な執行機関として役員会が中央銀行理事会の決定に基づいて栄誉を担う。役員会は連邦銀行を統率し、 また連邦内における小取引や連邦内での金融機関全体の取引、為替や外国との通商に関する業務、自由市場における小取引についての特別な件を有している。役員会は、ドイツ連邦銀行総裁と副総裁に加えて、最大6名の役員で構成される。各州中央銀行は、それぞれの州内において、独自の裁量内で、業務、 監督を担っている。連邦銀行法では、州内での金融機関や公共、行政機関との取引業務について、明確に定めている。また各州中央銀行には、支部が設置された。この業務を指揮するのは、大抵は、州中央銀行総裁と副総裁からなる、役員会である。九百九十年七月一日、東西ドイツ間での通貨、経済、 社会統合に関する協定が発行し、ドイツマルクが両ドイツにおける唯一の法定通貨となった。またこれに伴って、ドイツ連邦銀行の通貨、金融政策の対象領域も拡大された。さらに1990年5月18日の協定の変更を受けて、ベルリンに暫定的な管理機関が設置され、その後、同年10月3日のドイツ再統一以降も、 業務を続け、1992年10月31日まで活動していた。再統一による状況の変化に対応するため、ドイツ連邦銀行の組織は連邦銀行法の修正を受けて付加され、また組織の効率化も同時になされた。従来11あった州中央銀行とベルリンの暫定管理機関は、経済面でほぼ同じ規模となる領域を管轄することになるように、 9つにまで再編された。1993年11月1日、マーストリヒト条約が発効し、その中で経済通貨統合が定められていた。加盟各国の金融政策は、欧州連合全体を対象とする欧州中央銀行と加盟国の中央銀行で構成される欧州中央銀行制度に移管されることになった。 この経済通貨統合に対応するために2002年に7度目の連邦銀行法の修正がなされ、同年4月30日以降の連邦銀行の組織について定められた。1999年に通貨に関する権限が欧州中央銀行に移譲されたことにより、2002年にドイツ連邦銀行の機構が改められた。この機構改編までドイツ連邦銀行には三つの機関が設置され、 最高機関の中央銀行理事会は以下のもので構成されていた。役員会は連邦銀行の業務執行機関で中央銀行理事会で決定した金融政策を実行していた。ドイツ連邦銀行自体はなおも存続している。その後の使命は2002年4月30日に施行されたドイツ連邦銀行法第7次修正法に規定されている。 ドイツ連邦銀行の使命は基本法第3条に規定されている。道場では、ドイツ連邦銀行は、ドイツ連邦共和国の中央銀行として、欧州中央銀行制度を構成する不可分の要素である。ドイツ連邦銀行は、物価水準の安定確保を市場を目的として業務に当たり、ドイツ連邦共和国の外貨準備を管理、運営し、 国内外の適切な金融取引の決済処理を確保し、支払い、生産の安定に寄与するものである、日本語火薬と謳っている。ドイツ連邦銀行法及び欧州中央銀行規定において、ドイツ連邦銀行の業務分野は4つに大別され、いずれも通常は欧州中央銀行と協調して行われる。ドイツ連邦銀行は、財政計画会議において、 地方政府の予算計画と多年の財政計画の調整の支援も行っている。連邦銀行は発券銀行として市中に現金を供給し、その現金の流通能力を確保している。銀行などの金融機関に預けられている現金を検査し、偽造通貨を回収して、警察機関に提出している。またドイツマルクとの交換も無期限で受け付け。 破損した紙幣との取り替えも行っている。また、毎週、通貨の信頼性や流通量についての情報を開示している。銀行の銀行としての機能は大きく二つに分けられる。まず、ドイツ連邦銀行は商業銀行を対象としてリファイナンス、借り換えやクリアリング、交換を行っている。商業銀行はいわゆるリファイナンシングと呼ばれる手法で、 連邦銀行や欧州中央銀行から資金を借り入れることができる。リファイナンシングはマネーサプライの調節に関わるもので、1998年末まではドイツ連邦銀行の重要な業務の一つであった。1999年1月1日以降は、リファイナンシングは物価安定を確保するという欧州中央銀行の最たる目的のために金融政策の一環として用いられる。 なお、商業銀行は短期的に資金を連邦銀行や欧州中央銀行に預け入れる、いわゆる不利預金ファシリティことができない。また、連邦銀行では、ジスプラスやターゲット、ターゲットにといった大規模な国内外の商業銀行の間での決済システムを支えている。EU 域内の金融機関で1秒間にやり取りされる金額は10億ユーロにも達する。 各金融機関に割り振られたコード番号は、ドイツ連邦銀行における口座番号の役割を持ち、マネーサプライの決済に用いられる。連邦銀行は、他方で金融機関に対する監督を連邦金融監督庁と密接に協力して実施し、これにより金融システムの安定を確保している。連邦銀行は進行中の金融機関の監視を、 連邦金融監督庁から引き継ぎ、その期間についての年次決算報告書を精査し、銀行法第44条に基づく特別監査を実施する。また、連邦銀行は、金融機関の財務状況についての統計データを提供している。連邦金融監督庁は、連邦銀行と連携して、検査の指示や令状を発する。政府の銀行として、連邦銀行は、 連邦政府、州政府、自治体や社会保険機関の財産を無償で管理し、またこれらに機関に対して、一般の銀行と同じサービスを提供している。またこれらの口座は、連邦銀行が公的機関に現金を供与することが禁止されているため、資産担保型となっている。これは二つの世界大戦に、旧ドイツ帝国銀行時代の融資による苦い経験反省によるものである。 また、連邦銀行は、ドイチフィアナンゼジェンチャー、連邦政府が100%出資して設立した、債券運用機関に対して、債券の売買を行っている。連邦銀行の外貨準備とは、ユーロ以外の全資産のことである。例えば、金準備、外貨建て債券、外国銀行での預金、外国通貨がそれらに含まれる。外貨準備は、自国通貨と同化で形成される。 可能な限りそれらで利益を上げ、また市場介入を行って為替レートを大きく変動させることもできる。連邦銀行の金準備口は3427トン、市場価格にして654億ユーロ、2007年11月17日時点で、アメリカの連邦準備銀行に次いで世界で2番目のものとなっている。ドイツの金準備の大部分はドイツ国内にはなく、 ニューヨーク連邦準備銀行本部やロンドンに保管されている。利子収入が減少する中、金準備を売却する要求を繰り返し受けても、連邦銀行はその要求を拒否してきた。連邦銀行は要求に対して以下のように述べている。このような考え方には、専門家の間で議論の対立が起こっている。九州中央銀行の9つの本店は、 連邦銀行の支部として残され、また47の支店が置かれている。また2007年12月末時点で1391人の職員が働いている。支店は、金融機関や行政機関、現金輸送輸送に対して、現金を供給したり、現金によらない決済処理を行っている。役員会は、連邦銀行の最高機関である。役員会は、 以下のように構成される。役員は連邦大統領により任命される。任期は通常は8年であるが、最短で5年の時もある。連邦政府は連邦と各州のバランスを取るため、役員会の人員数を6名にまで削減する方針を決めており、2009年初頭からそのための移行期間を設定している。完全実施まで役員会は7名で構成される。 ことになっている。連邦銀行は商業銀行に対するリファイナンシングや外貨準備の運用で毎年数十億から数百億ユーロの利益を上げている。外貨準備の運用で上げた利益は為替変動幅に左右され外国が合わせが上昇した時は利益も大きくなり逆に下落した時は利益に悪影響をもたらす。また、リファイナンシングによる利益は 金利水準に並行して増減することになる。ドイツ連邦銀行は、自らが上げた利益を銀行の所有者である連邦に支払う。そのうち35億ユーロを上限として、連邦の財源として自由に使われ、それを超える分は、1995年以降は、負の遺産償還基金の債務償還に充てられる。百七十六年から百七十九年にかけて、 連邦銀行は US ドルの衰退による外貨準備の価値下落で損失を被り債務超過に陥った。一方で1997年には124億ユーロの利益を計上し過去最大の収益となった。2007年には43億ユーロの利益を上げている。連邦銀行は一般利用可能な関連資料を所蔵する図書館や 付属の貨幣博物館を設置している。連邦銀行はこれまで特別手当として基本給の19%に相当する額を職員に支払ってきたが2006年には本店勤務の新人職員で基本給の9%支部勤務で基本給の5%にまでそれぞれ削減し支店勤務の職員は撤廃した。これにより将来の給与支払額の増加幅が 半分に抑えられることになるとしている。2007年8月9日、ドイチェポストはドイツ連邦銀行50周年記念日手を発行した。フランス銀行とイタリア銀行とともにドイツ連邦銀行はヨーロッパ規模の決済システムであるを運営している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。